王の万博、王の万博、王の万博、本名、王の友近、1890年、明治23年9月20日から1964年、昭和39年5月29日は、日本の政治家。東京市会議員を経て、衆議院議員となり、衆議院議長、国務大臣北海道開発庁長官、日本自由党幹事長、自民党副総裁を務めた。 没後、ジュニー、君一等曲実投下大受賞。典型的な当人政治家として知られ、友ちゃんの愛称で親しまれた。また、政治は、義理と人情だ。猿は、木から落ちても猿だが、大義士は、選挙に落ちれば、ただの人だ等の名言を残した。高派の政策集団、政卵会を結成し、後に、農林水産大臣、科学技術庁長,長官などを務めた。 中川一郎の正解での師匠として知られる。岐阜県山形郡、現山形市で、王野直太郎の三男として生まれた。岐阜から上京し、明治大学政治経済学部に入学、弁護士を目指していたが、県政擁護運動に関心を持ち、1913年、大正2年に、大正政変の暴動に参加するようになった。そして、 声友会本部に立ち入るようになって、三玉総氏の総帥であり、党の幹部だった、村の常門に勧められて、立憲声友会の委員会団に入るようになった。後、明治大学政治経済学部を修了。1923年、大正12年、東京市会議員となった。1930年、第17回衆議院議員総選挙に、 ギフイックから出馬して初当選、声優会鳩山派に属す。1933年、キリスト教団体ミノミッションに対して、市民は合法的に、実力でミノミッションを閉鎖せよと主張して、反撃運動を推進した。新体制運動のスローガンが叫ばれていた1939年、声優会の分裂に際し、鳩山一郎と共に正当派。 クハラ・フサノスケ派に所属。1941年、翼山議員同盟に反発して、鳩山らと共に同好会の結成に参加。1942年、非推薦で翌3選挙に立候補するも落選した。1945年に日本自由党の結成に参加。1946年、第22回衆議院議員総選挙に、 自由と公認で立候補し当選し国政復帰。総裁の鳩山、幹事長の河野一郎が公職追放されたのを受け、当人側から政治経験の浅い吉田茂のお見つけ役として公認の幹事長に就任する。吉田内閣では官僚出身の吉田を党側の人間として補佐し、林上司や松谷秀治と共に当人後三夜と呼ばれた。第一次。 吉田内閣の総辞職後に政権を獲得した日本社会党の右派西尾末広から連立内閣での内務大臣就任を要請されるが社会党の左派を切らない限り政権には参加しないとして誇示した。野党時代で民主自由党顧問だった1948年に昇電事件に連座式起訴された。ただ、1951年には無罪判決を勝ち取った。 1952年8月26日に衆議院議長に就任したが、わずか2日後に抜き打ち解散が行われて、わずか3日で議長職を失う。10月の議長選挙で再選されたものの、今度は5ヶ月後に馬鹿野郎解散が行われて、議長を長く務めることはなかった。鳩山の追放解除後は、三木武義、河野一郎ら鳩山側近と対立し吉田派に、 演じた。特に戦前は、声優会とは対立関係であった、立憲民政党出身でありながら、戦時中の翌詐議会以後に急速に、鳩山と接近しその無二の腹身となった幹に、対しては、激しい反発を持っていた。1953年には、第5次、吉田内閣に、国務大臣、北海道開発庁長官として入閣。この際、 院外団時代に衝突事件を起こし逮捕された時に、起訴を担当した、検事、小原忠から法廷で、本当ならば、極刑にところ好きだとまで言われたが、小原も、法務大臣として、共に入閣することになった。その際、首相の吉田茂に対して、冗談まじりに、ここに、私を極刑にした方がいいとおっしゃった方が、いるのですが、同席してもいいのでしょうか。と尋ねたことがある。 なお、上官時代に秘書官を務めた中川一郎を見染め、政界入りを促した。1954年には自由党総務会長に就任し、反目し合っていた日本民主党総務会長の三木、竹義と和解し、保守合同を進めた。保守合同の話は進んだが、誰を総裁とするかで合意がまとまらなかったが、決闘後に公選によって、 総裁を選出することとし、二党の総裁と総務会長であった、鳩山、小形、三木、大野の四人による総裁代行委員が設置されることとなった。こうして1955年12月、自由民主党は結成された。なお、後の1956年4月には、小形の死去などもあり、鳩山が自由民主党総裁選挙により総裁に就任した。 1957年に初代自民党副総裁に就任した。また、日本遺族会の顧問を務め、1958年1月には遺族からなる陳情団を組織し、政府及び自民党に対して靖国神社への公式参拝を要求した。岸内閣時代、岸信介首相から大野派、白政会を主流派として内閣に協力させることの見返りに、 後継総裁の年書を手に入れるが、これを保護にされる。一説にはこのことについて、騎士は床の間に声だめを置けるわけがないと言い放ったという。この出来事をきっかけとして、王野は中性癌を憎むこととなる。騎士が首相正式辞任直前に、右翼、王野を支持する、院外団にいた男に刺され負傷した際には、ざまみ上がれ、あのほらぶ気がと発言したという説もある。 大野は首相就任に強い意欲を燃やしており、1960年7月に行われた岸辞任後の自民党総裁選では池田隼人に対抗し、石井光次郎と共に東人派から出馬に名乗りを上げた。しかし、大野支持で岸派の一部、十数名を束ねていた川島章次郎から東人派が分裂すると池田に勝てないので、石井一本にまとめた方がいいとの進言を受け、 大野はなくなく出馬を辞退する。ところが、川島は大野を支援しようと思ったが、辞退したので我が派は池田を支持すると表明し、池田当選に一役買うこととなる。この時大野は川島に騙されたんだと再度号泣したと言われる。1961年、池田に接近し再び自民党副総裁に就任。脳決戦で、 慶応義塾大学病院に入院中だった1964年5月29日に、心筋梗塞を起こして死去。母所は池上本門寺。死後、6月14日に、大野の地元である岐阜県で盛大な県民葬が開催された。岐阜市民センターで取り行われたこの県民葬は、岐阜県知事を執行委員長として、中央官僚や地元選出の議、 県議員、岐阜県の、主な企業の経営者、講演会など総勢3000人が集まった。義理人情に厚い性格から、万木殺すにゃ、刃物はいらぬ、大義大義といえばよいというザレ歌でも知られた。保守合同にあたっては、この性格を知る宿敵、三木武義が、保守合同は、旧国の異業を言う論理から説得したことで、大野は直ちに意気統合したと言われている。 義理と人情に熱いという評判から、真偽のわからない、人情話にこと書か,かない、政治家であった。一例として、自分の選挙区とは関係もないある老夫人が、家の近くの土舞板の整備を役所に頼んでも一に、やってもらえないと尋ねてきた際、憤慨した大野は早速役所に電話を入れ、すると、今まで老夫人の声を聞き入れもしなかった、担当課長が貸し折りを持ってきて謝罪し、 すぐに作業が始まったと言われる。他にも、大野の在宅時に自宅に、泥棒が入った際、外遊のために用意していた金を渡し、今これだけしかないが、もっといるのか、と聞いた。泥棒は、大野の思いもよらない対応にのまれ、逆に、これから一生懸命働いて、必ずこのお金を返しに来ますとまで言った。また、事務所に全く見知らぬ青年が駆け込んできて、 お金を貸してダさいと言ってきたとき、大野は全く疑いもせず心よくお金を貸したこともあったとされる。以上のような態度、対応を取ったのは政治家のところに泥棒に入ったり金を借りに来るのはよど困ったことがあったのだから、できるだけのことをしてやろうという考え方があったではないかと言われている。主語としても知られ、酒は飲む以上わけがわからなくなるまで飲むべきだという名言がある。 廃人としても有名で、万木の配合で多くの俳句を残した。そのうちの一部は区比になっている。総裁密約に立ち会った、騎士の辞典、佐藤英作に強い反感を抱くようになり、俺の目が黒いうちは、佐藤は、総裁にさせないと嘘吹くほどであった。ただし佐藤に対しては、もともと佐藤が、当選前に、官房長官に就いた頃から態度がでかい。 官僚だとして毛嫌いしていた。一方の佐藤も、大野を評価しておらず、大野が死んだ際には、大野の庶民性を称え、友ちゃんと、皆から愛された個人にならい、私も、坂江ちゃんと呼ばれたいとコメントしたが、後に、他に褒めようがなかったからだと告評している。読売新聞の渡辺つねおは、政治記者時代、大野の番記者として、超愛を受け、影響力を拡大することとなった。 大野は渡辺が来ると人払いをするほどの関係にあり、渡辺は組閣の際の大野派からの派閥推薦者の選定や大野の没後、大野派が村上派、船田派に分裂する際にも議員の割り振りにも関与している。力道山を可愛がり、日本プロレスのコミッショナーを務めていたことでも知られている。力道山も大野を非常によく慕っており、大野から 酒を控えろと言われた際には、粗暴な性格だった本人も、素直に控えたという。ただし在日朝鮮人自体は、大野が終戦直後に、不良三国人集団に襲撃されて以来、毛嫌いしており、日韓基本条約にも、修正反対した条約締結は、のの死後。海湯大臣、労働大臣を務めた大野明は、万木の四男。また、 大野津屋古前参議院議員は、民の妻で、大野家の嫁にあたる。参議院議員の大野安正は、名、津屋子夫妻の次男で万木の孫。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。